どうも、吉田です。はい、さあ、ナイトメア3です。次は、FF4 のやついきたいと思います。カルコブリーナ。はい、ちょっとすいません、いつも見まして風邪気味で鼻声ですけれども、今回クリア目指すんじゃない、撃破マスクリ目指します。はい、いやー、まあしょぼいんですよ。またクリアできたらきっちり解説しようと思うんですけども、必殺技はしょぼいです。回復が、回復超絶を持ってないんですよね。なので、もうしのぐ、しのぐって感じ。回復がないんです。苦しいんです。回復あったら正直かなり楽にいけると思うんですけどね。そこまでは持ってったんですけど、回復超絶なしはきついぜ。ただきついとも言ってられないんで頑張ります。さあ、行こう。まずはポロムのこのライジンモードを使って KRJ をばらまいていきながら回復していくと。はい、で、このホールドを回避するためにとにかく側分身を、エッジの側分身をうまく使っていきたいって感じですね。はい、まあ、今回もにもちろんですけど2回発動、ここね、出ない、ここね、そして2回発動、はい、出ない、そして、闇セシルの回復運ですね。はい、出ない、もうダメ、つらい、めちゃつらい、ご勘弁よ、本当にもう。ちゃんと出て、本当に。魔石は次のターン使います。魔石はもうほぼ、なんていうんですかね、攻撃というかダメージソースのためだけに入れてるみたいな感覚ですかね。まあ、プラス雷強化で、パロムの火力を上げるみたいな。パロムの火力がすごい高いので、メインアタッカーは、まあどっちもかな、どっちもかなり強いです。闇セシも相当強いです。まあ闇セシ以外を入れるっていう選択肢は今のところなかったんですけど、そもそも闇セシが強いので入れたって感じ。魔石使うの忘れた。まあ大丈夫です。それほど大きい問題ではない。ライジンモード中にね、やっとくと楽ですからね。さあ、一発ゲージ溜まったよ。サンダーストーム。さあ、真骨頂を見せていただきましょうか。いいです。ぜひさん出てきて、ズドン。はいよ。常闇ね。で、チェーンつながないといけないので、エッジでチェーンをつなぎたいと思います。見つけ。ふい。シンクロ。踏みとど使っていない。OK。あ、ここは使わんのか。これは多分割合ダメージなんで使わないですね、雷は。きっちり回復していく。津波か地震が来ると思う。ちゃんと覚えてないんですけど、急所だけ覚えてるって感じ。はいよ。繊維つないだ。で、3回目の繊維なんですけど、結構早めに入れます。もう入れるタイミングがないんで、実は結構早めに入れないと。踏みつけか、何が来る、これ、この時何が来たっけ、津波か。 OK です。オラオラ、ローズ
座の必殺溜まってますけど、まだ待ちます。未開発をせず強地震、はい、ぐちゃ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 、おら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 、この辺でフェーズ移行させることができたと思うんで、エッジ待機します。まだかな、これでかな、もうでも待った方がいいです。待ちます。次雷が来ると思うんで、まだ津波遅いよーい。はい、サンダーストーム、完全に見誤りましたけど、まあまあいいでしょう、まあいいです。エッジを待たすこと自体は、おいおいおい、マジか、来ない、雷待ちなんですけど、はい、常闇、ブルースインスター、これで火力を、最終火力を上げていく感じですね。もう言うて終盤ですからね、こっからは。さあ待ったなし で、 できれば、チェインをもう入れたいです。チェインを更新しておくと、さあホーリーレイで、そして来たる次の雷のために、スタンバイはまだ早いんですけど、ゲージをなるべくエッジで貯める。2いい火力、よし、ナイス。まあとにかく2回切ってね、2回切って一度も回復しないっていうのが辛いんですよ。2回やったら1回ぐらいいけやっていうね、2回分判定があるのは大きいですけどね、かなり。暗黒消される、いくか、よし、はいはい、回復戦があったでしょ、今闇ですね、これが辛いんですよ、これ危ないっすわ。ナイスナイスですけど、危ない、闇節が危ないっす、がっつり減るんで、はあ、怖い、見つけ耐えていく、よいしょ、待機、よし、来ました、雷、そしてこれを分身で回避。さあ、あとはどんだけここから生き残れるかですね。めちゃくちゃきつい攻撃が来るんで、踏みとどを貯めてみたいな感じなんですけど、まあ難しい、ここからが難しいです。もう闇節戦技なんで使わんのと思われた方もおられるかもわかんないですけど、超絶に行こうとしてるんで、超絶じゃないや、奥義行こうとしてるんで、もうここからゲージためにかかってます。あとは生き残れるかどうかなんですよ。ディバインヒールを入れます。さあ来るぜ、雷、分身、はい、この雷は多分分身しなくても大丈夫なやつなんですけど、一応多分この次に分身無視のやつが来て、でそれ来るんですけど、ディバインヒールでその次の攻撃をなんとか耐えれるから、まあ本当どっちでもいいと、その間に倒しきる感じです。
この間にダメージが足りるかどうかが最大問題。闇セシがこれでクリムゾンクロスラストですよね。大暴れが来てこれで踏みとど使います。ただバリア張ってるんでもう1ターン耐えれるのでここでやりきる。この野郎、よし、暗黒が来る、上に来る、よし、いけ。さあボルテック、もういっちょ、もういっちょね。これは出ます。これダブルね。もういっちょ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 。こっからがマジでね、舐めたらあかん。ほんまに遠いですから、舐めたらあかん、舐めたらあかん。残り3秒、はは、回避、よし、いけ、計画通り、ういナイス、つないできたチェイン、はい、いったでしょ。ゲージ的にももうここでちょうどなんですよ、本当にもう使い切ってのちょうどなので、はい、まあこんな感じです。ちょっとエッジの分身ミスりましたけど、もうちょっと楽にいけたかなって感じですけどね。最後の雷は大丈夫ということが分かりましたが、まあまあ何よりも倒せたよということで、よし、マギアポイントみたいなのは闇セシだけ、闇セシの攻撃にだけ38ぐらい振ったかなって感じですね。はい、とまあこんな感じ。パーティーちょっと説明しようかな。こんな感じですね、まあ、必殺も見ていただいた通りの使い方で、魔石がメインが金ベヒで、ケツ、これケツさんは水津波対策で一応置いてるんですよ。でフレイエシルフセラフィン、まあディフェンシブですね。かなりもう回復調節がないのでかなりディフェンシブにしました。こんなのでもう火力相当出たんで、まあ超絶手に入れたらもしかしたらもっとタイム縮められるかもなとは思ってます。はい、もっと攻撃寄りの魔石に変えればもっともっと火力が出ると思いますので、まあ、闇セシの火力を特に上げることができそうなので、はい、もうちょっとは余地あるかなっていう感じですね、現状は。はい、ということでした。では私のナイトメア3、これで3つ目のマツクリになりましたね。はい、見ていただいてありがとうございました。